さあ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、前半の沖縄キャンプを見て回って5球団、はい、その中で以前注目選手をやったと思うんですけども、はい、注目の外国人選 手な、はい、やっていないので、まあやっぱりね、外国人がやるかやらないか、うん、また大きな力になるから ね、そうですよね。なので今日は注目の外国人選手を豊さんに挙げていっていただきます。はい、まずは中日です。まあ中日は、はい、豊さんずっとしたのがロドリゲス、クリスチャンロドリゲスがいいってまずは、ね、まあそうだね、まあまあまあ、でも面白い存在になるかなという。でもまだ若いから、はい、そのバッティングがどうかっていうことだよね。うん、で線が細いんだよ。ただ身体能力は抜群 で、はい、で足は速いし肩強いし、うん、まあ、守備も柔らかいしっていうようなことでね、非常にバランスのいい選手なんだよね。だから、まあ、こういう選手が、まあ、アベレージヒッターでこう出塁していってくれるとね、うん、まあ、非常に得点力が上がるかなという。またショートのポジションもハマるかなっていう感じはするけどもね。うん、まあ、ショートって言うとね、豊さん好きなカリステ選手、まあそうだね、いますけれども、まあ、いや、まあ外国人だけでこう縛っていけば、うん、まあ面白い選手になってくれるといいなという、まだそういう段階だよ。うん、うん、これ立浪監督もなんかおっしゃってました、ロドリゲスのこと。まあまあ気に入ってたよね、やっぱあの柔らかさというか、はい、まあ外国人特有のハンドリングが良さっていうのは、うん、まあ、すごく見ていて感じたけども、はい、まだまだ実戦じゃないからさ、まあ、練習で見栄えがいい選手もいるけど、うん、まあ、試合になってどうかなっていうところはあるけどもね。まあでも、はい、あの身体能力があれば、まあ、結構早い時期に支配下になってっていうような、まあ、そんな感じは受けるけどもね。おお、じゃあ楽しみな外国人ショートの選手ですね。はいはい、あとは中日どうでしょう、リッカーソン。レフトを守るんじゃないかと言われている、うん、まあそうだね、リッカーソンは昨年の外国人とはやっぱちょっと一味違うかなっていう感じはするよ。ただね、お墨付きではない。お墨付きではない、やるよみたいな。違うんですか、ちょっと。まあやっぱこう結果だからさ、やっぱそれと取っかかり、うん、でも昨年苦しんだよね外国人に、はい、それとはちょっと一味違う、リッカーソンは。おー、うん、結構ディッカーソンは決まるの早かったですね。まあそうだね、外国人の中で。だからうまく機能してくれるといいなっていうふうに思うのと、うん、まあ機能するんじゃないかなというね、まあ感じはするけども、ただその守備の面がね、ちょっと肩とか、まあ動きだとか、うん、バンテリンだから、はい、だからまあそこら辺は懸念材料としてあるにしても、まあそこそこは打ってくれるかなという、うん、まあ去年っていうことにはならないと思います。ならないですよね。でもディッカーソンはホームランをバンテリンで打ってくれることを期待していいタイプですか。まあハマればな。まあ、あそこでね打つっていうのは外国人でも大変だよ。まあそうは、そこはそっか、広いから。だからあそこでホームランというよりも、やっぱりいかにアウトにならないようなこと、うん、まあ、そういうことをこう考えてこうやってくれる方がいいかなっていう、うん、まあ、感じがするけどね。ただ、まあ、ね、去年よりかは期待できるんじゃないかなっていう感じですね。全然いいと思う。来た時点で違う。去年来た時点でどんな感じでしたか。いや、 やっぱこう疑いがあったよね。こう本当大丈夫かなっていうのが、はい、まあ、時にホームランはあるだろうけども、平均的にどうなんだっていうのがすごくあったよね。うん、だから期待してた選手よりもカリステの方がみんながいいっていうぐらい期待した選手がダメだったし、うん、まあ、立花さんに関しては、まあ、そういう言葉ではないと、うん、大丈夫だと、うん、はい、まあね、ビシエドが、ね、日本人の枠になったので、はい、その分外国人の選手をやっぱり試合で使えるっていう、まあ、まあそうだね、はい、人数的には、はい、さあ続いてヤクルトですけれども、あ、この選手ロドリゲス、はい、まあ、昨年、ね、来て、まあ、1勝5敗という成績に終わったんだけど、はい、どうしても納得いかないんだよね、その数字に。それはやっぱ勝ち星先行ができるピッチャーだし、うん、結構器用なピッチャーだしね、はい、だ今年は俺すごい躍動するんじゃないかなっていう期待はある。おお、そのヤクルトの、ね、今ピッチャー陣がちょっと苦しい、まあそうだね、っていう中で、だけど俺はやると思う。うん、だ去年投球見ててもなんでこうなるのかなっていうようなことだったもんね。だからまあそれにはやっぱ文化だとか、うん、まあ、球場だとかいろんなことに慣れが必要な投手なのかなと思ってたし、うん、これ高津監督にそれを振ったんだよ、うん、俺はこういうピッチャーじゃないと思って、同じような感想だったよ。いや今年は多分やると思いますよって、
あ、そうなんですね、うん、で性格も非常に柔軟性を持ってる外国人で、うん、まあ、すごくいいものを取り入れようとしてるっていうことも聞いてるしね、はい、だから多分俺は勝っていけるようなピッチャーだというふうには思うけどね、まあ、ピッチャーでもね、ロドリゲスは残ってもう一人いたピッチャーは結局ね、いらないっていうふうになったので、まあ、ということはやっぱり高津監督だったり球団がそれぐらい信頼というかやってくれるだろうと、まあそうだね、いやチャンス与えたら多分やると思う。そうですよね、はい、さあ日本ハム行きましょう。日本ハムは、はい、まあ、レース大好きですね。やはり日本のホームランの記録を塗り替えたいというね、うん、まあ、そういう思いも強く持ちながら、それとやっぱこう練習試合でもやってて、日本のピッチャーがどういう組み立てをしてくるかっていうのも、うん、まあ、しっかりこう見てるんだよね。だからすごくやっぱこうブレーキングボールが多いとか、はい、まあ、いろんなこと言ってたし、やっぱこうコントロールもいいんだろうなっていうようなことも言ってたし、だからまあそういうこう思考で見れるっていうことはやっぱメジャー経験してるしね、うん、メジャーでも30本打ったことあるし、あ、いやだから当たればいいよね。ですよね。で豊さんが前の動画の時にそのバース、いやバースより飛ばすよっていう、でもその表現がね古すぎてわからないっていうあの言われたから。言われたんですか。まあカブレラよりはなんかね、あのカブレラってあのカブレラですか。また言われますよ。そうかな、古いんかな。古いかもしれない。あのあれですよね、西武からバレンティン、あバレンティン、ヤクルト、バレンティンよりは飛ばす力能力はある。じゃあやっぱホームラン記録塗り替えるかもしれない。もちろんもちろん可能性はあると思う。へえ、うん、そのぐらいパワーを秘めてる。だからその日本の野球にうまくアジャストできていけば可能性はあるよね。魅力はあるよ、あのパワーは。どの球に得意とするとかそういうのあるんですか。やっぱりね、年齢を重ねてきてるから、そのまっすぐをどう打つかだよね、うん、だから、まあ、まあ変化球も逃げていくボールを追っかけてるようでもう話にならないし、うん、だそのピッチャーもまっすぐ、バッターもまっすぐなんだよ基本は、はい、それをどう投げてどう打つかっていうことなんだけども、ここら辺がねメジャーから日本に来たっていうのはどうなのかなっていう、だからまあそこに対処できないとね、うん、いけないのかなという感じはするけど、ね、あの DH なんですか。まあ大体 DH になるのかなっていうような感じはするけど、ね、うん、そうですね、うん、あともう一人豊さんの好きなハム の, あの教授はどうでした。スティーブンソン。スティーブンソン大好きな。俺はバッターだったらこのバッターがなんか確実にやってくれるかなっていう感じがする。確実性、うん、スティーブンソン、うん、はい、そこそこ3拍子揃ってる選手だし、うん、まあ、やっぱ真面目だな。真面目、うんうん、真面目だし、日本の野球にこう入り込もうとする、ここでやるっていうようなそういう能力というか、そういう性格も含めて、うん、まあ、非常にいいんじゃないかなっていう感じがするけどね。いわゆるそのアベレージ的な感じなんですか、そのホームランではなくスティーブンソンの方は。まあどちらかというとアベレージ中距離、まあそんなにホームランではなくて走塁であったりだとか、うん、そういうことも含めて見せてくれる、だから安定的にやってくれるのがスティーブンソンかなっていうような、うんうん、俺もそんな感じはしたけどね。ハマればエースが一発大きいものを持ってる。いやこの2人が噛み合った時にはすっごい嫌な打線になる。そうですね、まあ、万波いるしさ、松郷いるし、うん、ね、まあ、そうなってくるといやらしい打線になるよ。そうですね、日本ハム。あ、さあ DeNA ですけれども、ウィッグ、はい、とケイと、ケイ、あ、そうか、ケイ、ね、ケイとジャクソン。ジャクソンね、これピッチャーですね、はい、ただこれはやっぱこう実戦になってみなきゃわからないな。ピッチャー、そうか。ただここのところ DeNA の取ってくる外国人っていうピッチャーに関しては当たってるからね、うん、だからそういう視点から見ると出てくるかなっていうな、うん、まあ、ケイなんかはあれでしょ、でかいんね、はい、巨漢の左ですけれども、うん、だからここら辺がはまると今永の穴を埋めたりだとか、まあ、そういうことになってくるし、強い球はやっぱブルペンで投げてるよね、うん、ただこれがやっぱこう試合になった時にどうなるかという。そうですね、ただやっぱこう外国人を連れてくる、まあ、特に投手の能力っていうのは DeNA っていうのは高い評価があるんだよね、うんうん、だから、まあ、面白い存在になってくるかもね、みんながね、まあ、今永投手はもう完全に抜けた。でバウアーがまだ分からないと、はい、で中のエスコバーはもちろんもうねメジャーに行ったので、いないだろうね、先発中継ぎどういうふうな起用になるのか、まあ、今はもう先発が欲しいだろうね。あ、そっちか、うん、だから先発で、まあ、10勝ぐらいしてくれるとっていうふうには思ってると思うよ、うん、だこの3人の中で、まあ、1人2人
人はもしかすると先発そうだなっていう感じに回っていく可能性ありますよ ね。ただやっぱピッチャーって分からないですね、まあ、やっぱ投げてみないとね、うん、まあ、バッターの方が分からないんだけども、ね、ただそのやっぱ外国人だからね、はい、だからやっぱ環境がガラッと変わってるっていうことが外国人っていうのは難しいよね。そうです、本当は能力素質いろんなものはあるにしても、うん、韓国ではできたけど日本でできないとか ね、うん、そうですね。でも日本でできなかったけど韓国行ったらできたとか、うん、まあ、これはねレベルだけの問題ではないと思うんだよね、うん、やっぱ環境的な問題もあるし、はい、で韓国でダメだったものが日本に来たら良くなったとか、うん、まあ、いろんなパターンがあるから分からないんだけどね、はい、うん、まあ、ただ能力的には非常に面白いものは持ってるよね、みんな3人とも、うん、はい。さあ最後阪神ですけれども、ゲラ、あ、ピッチャーのこのピッチャーはやっぱ抑え候補だし、できっちり抑えてくるかなという、うん、速球派ですよね。そうだな、ゆうたさん、ブルペンでゲラは実際見ることは、まあ、実際見てないけども、うん、その映像ではいろいろ見たよ、うんうんうん、やっぱボールの力とやっぱスライダーがいいな、スライダー、うん、まあ、映像的にはね、うん、で、まあ、この前あの阪神の時梅ちゃんにちょっと話聞いたら、うん、やっぱスライダーもいいんですよねっていうような話をしてたし、だから結構力はあるよ、うん、まあね、ブルペンで実際に梅野選手が受けてそういう感想を持ってるってことはいい感じなんでしょうね。だから阪神の一時期こう抑えがいたよね、外国人で JFK の時ですか。いや違う違う、もっと新しい最近 2,3 年4年ぐらい前、くらい前のメジャー、スアレスですか。スアレスか、ああいう感じになるのかなという感じがするよね。すごい、そしたらもう安泰の安泰の安泰ですよ。いやもう本当に安定感あるピッチャーだと思う。あ、めちゃくちゃ期待したいですね、ゲラ。ということは岡田監督も今のところの第一候補ですか、その抑えのクローザーの、まあ、ある程度もう決めてると思う、そこら辺は。いやだからこの今までその外国人、まあね、見た中で、うん、ゲラーが、うん、まあ、一番活躍しそうかなっていうような感じです。阪神の中で、いや阪神今挙げた外国人の中で、あ、じゃあこの中で一番注目、今年はゲラーですね。注目はな、ただそのなんて言うんだろう、ハマればレースだってすごい魅力が出てくるだろうし、うん、だからゲラーだけではないけども、うん、まあ、ゲラーは俺は安定してると思う。いや見たいですね、早く、まあ、ちょっと太鼓回してもいいぐらいの感じ、うん、早くちょっとねゲラが実戦でどういうふうになるのか見たいですけれども、まあ、そうだね、はい、まあね、前半で見てきた5球団の注目選手、外国人選手を今回取り上げましたけれども、ね、後半でいくまたね、はい、例えばジャイアンツだったりとか、うん、後半ではあとどこ行くんですか。ね、ジャイアンツとか広島とか、あ、カープも行くんですね。まあいろいろカープにはちょっと顔出しておかないと、うん、嫌いなんでしょって言われるからあ、ここの視聴者の皆さんに、うん、そうですね、それは言われますね。全然嫌いじゃないんだけどね、うん、まあまあ、もう本当に行けるところにこう行きたいね。そうですよね、なかなか宮崎こう二分されて宮崎行くっていうことはなかなかできないからさ、うんうんうん、だからまあ沖縄でいるチームはね、できるだけ回ろうと思って、はい、またね、じゃあ沖縄で第2弾見るチームのもし外国人選手そうだね、行ったら教えてください。はい。